乙女ボタンの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。皆様にはですね、はい、この1月20日に発売しました東海ウォーカーに実は出演いただいてるんですよね。はい、はい、じゃあ見せてください。ダーン、ダーン、ダーン、イエーイ。オムニセブンでお取り寄せバレンタインチョコなる企画の方にご出演をいただいているわけなんですが、もう売り切れてるものも実はございます。はい、そこでですね、今回はテーブルの前にご用意してます。じゃん、じゃん、じゃん、じゃん。まずその、コニタンの前に並んでるのが、はい、辻口シェフがですね、監修されたシャンパン仕立てでございます。そして、前に並んでるのがこちらも美咲ちがさっき、そうなんですよ、はい、ちょっと興味示されてましたよね、はい、これ美をテーマにしたスーパーフードが入ったチョコレートということで、そうなんです、私の大好きな、特に大好きなククの実が入ったのがあって、およくご存知、はい、もうバッチリ見てます。実際に皆さんにこのチョコレートを食べていただきまして、うん、実食レポートをしていただこうかなと。この企画に便乗させまして、はい、東海ウォーカーのウェブサイトウォーカープラスの方で実食リポートをニュース配信させていただこうと。よろしくお願いします。うん、はい、はい、この二人もうちょくちょく、はい、はい、ウェブ用のニュースのメインカットは、撮影で終わったんで、はい、実際に実食、わショコラティエール、はい、でフランス料理研究家として第一線で活躍する斉藤美穂さんっていう女性の方がいらっしゃるんですけども、はい、この人が監修の生チョコ で、あの山田養蜂場ってあの蜂蜜で有名なの、掛け合わせたチョコ、いただきます。いただきます。はい、噛まなくても溶けます。なんだろう、一瞬にしてなくなりました、本当に。わー、これは鼻から抜けるチョコの香りがすごいいいです。あ、これ2ついっていいやつですか。あ、外れたぞ、外れたぞ。いただきます。うん、溶ける。あのね、抹茶とオレンジのバランスがすごいいいです。おいしい、はい、はい、あ、コニタンいます。なんかナッツのちょっと香ばしい感じがしますね。がするんですね。あら、あとなんか蜂蜜だからなんかほんのり甘いって感じで、あら、甘すぎず、なんかすごいいい感じですね。美味しい。じゃ続きましての試食、はい、はい、メリーチョコレートのチョコレートプラス、うわ、これだ。ブルーベリー、ゴールデンベリー、ククの実で、こっちが、タブレット。これじゃ美をテーマにしたってことで、はい、多分食べたらすごい綺麗になると思うんですよ。ちょっとちょっと。あら、さっきより綺麗になったかしら。いや、そんなボコボコさせながら言われても。食べ応えがある、食べ応えがある。すごい、なんか口の中が賑やかです。来ました、松井さん、口の中がパラダイス。割ってスマート、スマートです、ね、いただきます。ホワイトチョコの甘さとアーモンドの香りとクランベリーの甘さがマッチして、パラダイス。さっきっていう流れだからね。はい、わかった。わかった。重いですよ、これめっちゃ。いや、これめっちゃ重いですよ。いただきます。はい、つらいの。味わってます。味わってます。パラダイス、わー、酸っぱいです。あ、でもこっちも酸っぱく、甘酸っぱかったです。確かに 甘すぎなくて、全然甘くなくて、そうなんですね、美味しいです。ナナちゃん食いしん坊キャラだって、うん、そう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 。はい、ないね。じゃあこちらのスーパーフード、はい、私はブルーベリーです。私はククの実です。私はゴールデンベリーです。いただきます。いただきます。いただきます。せーの。食べた瞬間はチョコレートですごい甘いんですけど、噛んでいくうちにその
フルーツの甘酸っぱさがすごい出てきて、うんうん、マッチします、口の中で。チョコの甘さからブルーベリーの甘酸っぱさに変わるので、うん、チョコレートの、ね、甘さとすごいマッチして、最後すごいなんかねフルーツの爽やかさが口の中に残ってめっちゃ美味しいです。美味しい、はい、はいね、はい、はいね、そのままパックリ。ではラストの実食はこちらの前にある、はい、はい、9個セットになってるやつなんですけれども、はい、1本だ。おお、そう、1本ずつ入ってる。思ったよりいっぱい入ってる。入ってる、卵いっぱい入ってる。漂ってるよ。カプリコ、はい、いきましょうか。あ、はい、いっちゃいます。はい、せーの。うん、うん、うん、食べた瞬間の香り、うん、ほんとシャンパンの、シャンパンの香りすごいする、びっくりしました今。来ましたか。ふわふわの食感なんで、それもなんか合わさってシャンパンの香りがバーってなりますね、口の中で。すごい美味しいね。アーモンドプレミオ、アーモンドプレミオ、はい、綺麗に包まれてて、すごいなんかアーモンドの形がちゃんとかたってありますよ。いただきます。アーモンドにコーティングされてるんですよ。あ、そう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 、なんか言いたかった。チョコレートは柔らかくて、その、うん、コーティングが溶け合う感じ。そう、3個のね、食感、チョコレートで、なんかカリカリのやつ、それなりのコーティングで、アーモンドで、アーモンド。さあ、最後はポッキーがシャンパン仕立てに仕上げられてるわけなんですね。いいですか、食べたポッキー。なんでそれ、予定なかったけど、そんな待って、これ、ここ黒い。え、普通さ、肌色みたいな。おお、確かに。もしかしてここもチョコですか。そこもチョコが。今食べたけど、ココアの風味がすごい。ココアだ。うん、いい音した。ね。あ、どうしました、どうしました。酔っちゃった。え、解放して。美咲先輩、アルコール分 0.1% でもシャンパンってこういう味なんですね。なんかシャンパンと一緒に食べたい。あ、なんかシャンパンのなんでお供じゃないです、おつまみ、うん、としても全然、さらに超贅沢ティーみたいな時にいいかも、うん、大人の、大人の処方いいね。大人の会だな、シャンパン置いて。なんかいきます。はいね、はーい、うん、あ、いい、はいね、うん、はーい、はい、うん、はいね、はい、元気だ。乙女ボタンの皆さん、実食してみていかがでしたか。いや、もう本当に美味しかった。本当に止まらなかった。チョコがボレ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 食べたことない味をね、そうそうそう、たくさん体験させてもらいました。うん、大人がね、そう、ちょっと贅沢なチョコ味を食べれて美味しかったです。はい、1月20日発売、東海ウォーカーで紹介しているこちらのオムニセブンでお取り寄せができるバレンタインチョコ、もう申し訳ないことに売り切れのものも多々出てきております。早く取り寄せないと。なお先ほどご紹介いただいた、商品もですね、もう数に限りがございますので、はい、そちらはご注意いただきまして、オムニセブンサイトの方をチェックいただきたいなと思っております。はい、はいはい、乙女ボタンの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。